おはこんこん、あきです。今回もアークモバイル実況やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、今回でアークモバイル最終回とさせていただきます。いやー長かったね、本当に3年半はやってないかまあそれぐらいやってて、あの動画の本数がね300超えて320ちょっとなって、もうちょっとで1年ぐらい1年分あったんですけども、いやまあまあまあそんな感じで、皆さんご視聴ありがとうございました。ほんで最後はね、ちょっと思い出の地を巡ろうかなと思って、今ここに来ております。ここはね一番最初に建てた建築ですね、このデータで。前のデータはね、あの向こうにあって、私このデータ3つ目で、2つとも消えてます。なんかわからないけど、いきなり初期化されてね、消えています。あ、懐かしいねこれ。これやったっけ、あれ2体同時テームしたけどテームボーナスが死んでたやつこれだ。うわ懐かしいね。ここはね定期的にね、あの帰っては来てるんですよ。実はアイテムとかもね多分あるかな、ないか、まあ、ちらほら、まあ、残ってはいますね。ここが始まりの地ですね。はい、こんな感じ。ここでメガロドンテームしたか。いや懐かしいな。動画にしてない部分もあるからね。いやなんか涙出そうマジで。はい、次のとこに来ました。いやここも懐かしいね。緑オビリスク前ですね。これ結局完成はねまあしたんですよ。内装作ってないっていうだけなんですけど、これねなんかいいね、懐かしいね。これ暖炉、これね、あの今燃料なくなってるんですけども、火つけた上からね煙が出るように、しております。この広いね、うん、からね煙突出てます。ちょっとあそこちょっと不細工なんですけども、まあ、結構頑張った。一回ちょっとフォトモードで見てみるかい。結構頑張ってんよ、ほらよくね普通に。ちょっと上の方がね、あの建築制限みたいになって岩がね邪魔で作れなかったんですけども、結構よくね、うん、こだわったんだよ結構。ここもね無理だった。おいちょっとこれこれこれ、お前私の思い出の地を潰すんじゃない。操作大変難しいんですよ。よし、はあ、では次行きましょうか。はい、次のとこに来ました。はい、ここで賢者の洞窟ですね。はい、ここダンジョンの中に家作ったろう言うたやつですね。懐かしい。あー懐かしいな、これ作ったろうとかあるし、ここにねあの木の柱つけてこれをちょっとずつずらして家に持って帰ろうぜっていう動画を作ったのも覚えてる。懐かしいな。ここはね結構ね遊ばしてもらった。そしてねこれグラップリングフック使わないと入れないですはい、こんな感じ。これね意外に物資持ってくるのがすごいめんどくさかった、ダイヤブルしかね持ってこれないんでつらかったね。そして下にベッドがあるという矛盾点。これね上にねベッドはね設置できないようになってるんですよね、なんか知らんけど、ここにね設置しようとしたら赤くなって設置できませんって書かれる。うわー懐かしい、久しぶり。ここほんまに1年ぶりぐらい来た。はい、フォトモードで見たらこんな感じ。下からの方がいいかな。よいしょ、結構いけるね。こんな感じ、めちゃくちゃやねいやー重いですねこれね、降りるの大変。いや懐かしいな、本当に動画初期の頃ぐらいか出した。はあ終わっちゃうんやな。あ、クモエルか。
辛いな。ちょっと次行こうか。はい、次のとこに来ました。はい、ここですね。拠点、本拠点近くのここです。紹介1回だけしたかな、覚えてないんですけども、はい、そうです、ここです。イカダを停泊する停泊場みたいなやつですね。いやー、これはね、異次元イカダ建築がちらほらありつつ、これがあって、ちゃんとした船も作ってあると。異次元イカダ建築もうはっちゃけてますね。うん、いざ限界まで上にしたらあんな感じになります。はい、こっち、これもね、異次元です。一応はい、こんな感じ。降りるときはね、下落ちますと。痛い。そして綺麗にね、ちゃんと作った建築したやつ、これ、これね、乗るのがね、意外に難しいんですよ、ね、下からじゃないと、乗れないです。はい、めり込んでんな。まあこんな感じ。いや、ちゃんと作ったね。下手くそなりにちゃんと頑張って、作ったんじゃないかなと思います。はい、これね、残念ながら動画化はねなかった代物ですね。これね、全然見えないですよね。スピードはあるんですけども、前方はね全然見えないですので、ちょっとね、動画にはならなかったやべえやつです。一応ね、飛行生物が来てもいいように、こんな感じで停泊所みたいに作ってます。じゃあ気になるわ。足らない。さあ、次の、思い出の地に行きましょうか。はい、次の、思い出の地にやってきました。青オビリスクですね。いやね、もうここ来たらちょっとね、思い出すんですよ。すべて、ここから始まったと。ここで、ティラノの空腹テイムを紹介してから、この私のアークモエルの実況っていうのが始まって、いろんな人に見てもらえるようになって、すごいね、すごいね、ちょっと、すごい込み上げてくる。ごめんね、ちょっと言葉が、ちょっとちょっとごめんなさいね、ちょっと落ち着くわ。そうだね、ここもね、すごい思い出があって、まあ今はね、あんまり使わないんですけども、死んでアーティファクトの近くに復活して、また死んでを繰り返すっていう作業をよくしてて、そこで琥珀をね、いっぱい取ってやってたんですよ。まあ、それカジュアルだったんですけども、それも思い出しつつ、まあ、まさかね、アークモエルを始めた時には、こうやってね、思い出巡りできると、すると思わなかったからさ、すごいやっぱ来るもんがあるよね。なんか。まあね、これもね、一番最初の動画とちょっと違うんですよ。あのデータ、一番最初のデータでもう消えてるんですけども、もうこうやってね、まあ、いずれかまた来ると思ってたんで、作っといてよかった。まあ、そうやって映像として残ってるのがやっぱり嬉しいな。すべてはここから始まって約3年ほどか、3年半か、3年ほどか、やらせていただきましたね。やっぱここはね、来るもんがある。やっぱ一番ちょっとね、やっぱり、アークモエル終わるんだなって思うね。はい。では、最後の思い出の地、いきます。はい、最後の思い出の地に来ました。ちょっとね、やっぱ最後ここでしょ、我が最終拠点。ここだな。やっ
ぱり一番ねアークモバイルやってていた場所じゃないかなと思いますね。あ、消えちゃうんだよこれ全部、これ全部消えちゃうんだ、この太鼓もね消えちゃうんだよ。今ねちょっと前のね動画もねこれ太鼓叩いてるんですよ。その時めちゃくちゃアプリ重たかったんですよ。めっちゃ軽い。なんだ終わるのかお前、俺のために頑張ってくれてんのか。アークマイル、はあ、来るもんあるわやっぱり。なんかちょっとこんな感じでいて、最終的にこの建築とかが一番アプリが軽くなったかなと思いますね。はい、空気読め、こらこら、空気読め、空気読め、この野郎。そうだね、まあね最初の時の拠点と比べたらね、まあちっちゃくはなってるんですよ。ちっちゃくはねなってるんですけど、やっぱり思い出がねやっぱり大きい。拠点はちっちゃくなったけどね、思い出はやっぱりめちゃくちゃでかいです。あー終わっちゃうんだでもね、ああ破かれてるわ最後の最後に。お前俺たちの場所は俺たちで守ろう。これね、まあ、サービスはね終了するんですけどもね、一応ローカルでは続くっぽいんでね、まあ私はね実況としてはね終わるんですけども、まあ裏でちょろちょろやりつつ、あとは検証をちょっとやりたいなぐらいにしか思ってなくて、まあでもそうだね、たまにはやろうかなと思っております。1ヶ月にね 2,3 本投稿できたらなと思っております。まあこれでねアークモバイル最終回なんですけども、特別編的なものはねやろうと思ってるんで、ご安心してください。終わっちゃうよ本当に。もうねやっぱりねアークモバイルっていうのは私大好きなゲームでして、長年ねこうやって続くと思ってなくて、本当にね皆様の温かいコメントだったり高評価だったり、ツイッターとか X、旧ツイッターなどのコメントを本当にありがとうございました。皆様のおかげでねこうやって、長い間続けることができて、動画の本数も300本以上出すことができました。本当にありがとうございました。もうねアークモバイルはね一旦終わるんですけども、普通に ASA とかねやってるんで、よかったらねそちらも覗きに来てください。本当に皆さん、長い間ありがとうございました。まあ特別編出すと思うんですけども、では皆さん次回のアークモバイルでお会いしましょう。バイなら、バイバイ。